ヘディングができればチャンスなんですが、佐藤雄平打ってくる、同点ゴール。佐藤雄平の左足でした。後半の12分追いつきました。まあ、1人少なかったんですけど、まあ、なんとか同点には追いつけたけど、まあ、ボール結構持ってたんで、勝てたかなっていう感じです。自分の良さをも出していこうとは思ってましたし、まあ初めての出場なんで、まあ、アグレッシブに行こうかなと思ってました。フォーメーションのその優位で、立ち位置とか優位で相手が来にくいっていう、その立ち位置を、なんていうんですかね、試合の中でみんなが取れてたんじゃないかなと思いました。形ははっきりしてるんで、やることは決まってるから手応えはありますし、相手によって変わることは少ないチームだと思いますし、自分たちが主導権にいるサッカーをしてるんで、ステップアップっちゃステップアップなんで、その全サッカー界としては。だからまあワクワクしながら、まあ試合迎えれると思います。サポートは魅力するぐらい。そうですね、ため息つかせるぐらい頑張りたいです。